佐藤飛鳥のネクストトゥモロー。皆さん新年明けましておめでとうございます。佐藤飛鳥です。皆さん年末どうやって過ごしてましたか？佐藤飛鳥は年末こんなところにやってまいりました。ドゥドゥーン、カスそばということで、札幌名物カスそばです。カスそばっていうのは、深みのある辛いスープ、カツオと鶏のお出汁が効いた、辛そばなんですけど、辛いそばです。はい、これを食べて年越ししていきたいと思いまーすね。あの日あの時あの場所で君に会えなかったらじゃなくて、はい、もつそば来ました。私が頼んだのはこのもつそばですね。はい、かすそばがね、あの王道なんですけど、もつ食べたくてもつそばにしました。辛さはサマ中辛って言ってますね。ね、私すごい好きなんですよ、このおそばが。ね、それではいただきたいと思いまーす。でで、綺麗でしょ。綺麗な真っ赤っかでしょ。それではですね、私の可憐なここ数年で、ここにアイブに入って約2年で覚えた箸さばきで食べていきたいと思います。いただきます。私年末にこんなゆっくりと年越しそば食べたの初めてかもしれないですね。学生の時ぶりかな、もしかして。でもいつも学生の時、あの実家お寿司食べてたんですよね。だからこうやってお蕎麦食べるのって本当になかなかないなって思って、ね、しかもね、こうやってね、うちだって、私小田和正めっちゃ好きなんですけど、待ってるね、小田和正流れてると嬉しいですね。いただきます。食べていきたいと思います。あ、スープも美味しい。第94回目を迎えましたネクストトゥモロー。はい、2020年残すところあと4分となりました。はい、今はマイナス7度、寒いですね。はい、まあこういう中で、まあね、ちょっと今車の中で、大通公園まで来る中で、いろいろ2020年振り返ってたら、こう涙が出てきたんですけど、でもなんだろうな、いろいろありましたね。まず1月2月はアルバムの制作ね、クロスオーバーの制作があって、まあすごい1月はいろいろお仕事の方もあったりとかして、すごいヘビーな1ヶ月を過ごしました。そして2月はリリースイベントがあって、いろいろ外で歌わせてもらう機会がありました。そして3月こちらもね、歌わせてもらうライブとかもやらせていただいたりしてた中での、まあコロナ禍でいろいろとできないことがあったりとかしましたね。そして4月5月はコロナで、まあライブができない中でもね、でもそれでも歌わせてもらってたんですよね。その中でナミショーが始まって、ナミショーで毎週毎週配信で歌わせてもらいました。そして6月がね、一番多分ね、あの配信で歌うだけの生活だったかな。で7月はレコーディングがありつつ、はい、そして8月はエバーステイスノーが発売したりとかね。そうだ、5月は有名日で、3月が、シークレットアンサーが出てたんですね。そう、そんな中でね、いろいろありつつも、まあ9月何やってたっけ。10月はね、あのホロライブさんと、コラボして、ギガさんのね、リコちゃんと、そしてあずきちゃんと一緒に、歌わせてもらったりして、11月は、出張ナミシオ、そして12月は、セカンド EP が発売しました。2020年盛りだくさんで、まあね、
すごい悲しい別れもあったり、でもね、新しい出会いもすごくたくさんあった年でした。来年もまた新しい出会いがありますようにと願っております。そう、あ、まだ早かったまとめるの早かった。で、自分がこのやっぱり年で心に残った曲、まあ15曲ね歌わせてもらってたんです私。その中で、まあやっぱり有名 Be in the Sky はコロナ禍で、書かせていただいて、すごい皆さんの心に残った曲なんじゃないかなと思います。さあ59分ですよ。さあカウントダウンできない、これ。あの、さあ念じていきましょう皆さんさあどうなるんだ、テレビとこれ電気消えちゃうのかな。あ、あ、5とか出んの、出ないのかな、出んのかな出んのかな、ワクワク。さあ寒いですよね、カメラを持ってる小林さんの手も震えております。さあ2021年が到来するのか。あ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、12、10、ハッピーニューイヤー。すごい、なんか各地から声が聞こえる、イエーイって盛り上がってる声聞こえます。ハッピーニューイヤー、2021年よろしくお願いします。はい、イエーイ。え、紅白終わった頃かな。さあ、寒いですね。佐藤明日香、次の場所に行きたいと思いますけど、抱負言いますかはい、あ、歌う。そこでじゃあ、12時になったことですし、佐藤明日香2021年一発目の歌、歌っていきたいと思います。聴いてください、 Ever Stay Soon。 これどうやってやるんですか少し前で話してるよね。はい、回る巡る白い季節の中、さまよう この想いを解き放して。このマイクすごくない2020年いろいろありましたけどね、この曲私は思い出すことばかりなんですけども、また今年もたくさん歌っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。繋いだ二人の手のぬくもりに溶けてゆく白いゲレンデも静まり返る夜、明るく照らし出された瞬間は空までも止まる、夜明けまで見守る、息を殺していつの間にか降る星の目で抱き過ぎゆく思い出をそっと雪で包んで、夢は緑へ咲く、回る白い季節の中、透き通った空気に幻は消える、凍る霞む未来の朝、優しさを探して、今年2021年はエバーステイスノーからスタートしました。大通公園からお届けしましたよ。皆さん、画面の見合いの皆さんも、今年は何を歌ってスタートするのかな。それでは次の場所に向かいましょう。イエーイ、ハッピーニューイヤー。はい、今
12時過ぎたんですけどもね、はい、大通りからなんと五穀神社に来ました。じゃじゃーん。はい、わかる。ここから初詣をしたいと思います。おみくじあるから行ってみましょうか。ででん、お願い、通信しですけど、お願いさせていただきます。健康第一なんでねお願いしてきました。はい、はい、これからおみくじ引きます。開けますか。寒いね、今日は寒いね。さあ、おみくじ絶対大吉出る、絶対。で、私大吉出るまで引き続けますよ。よし、ほらほら、バカじゃないのって言いました今。大吉、初めて出た。ほら、吉大、これ大吉ですよ。あ、かじかんで開かない。やったー、枯れ果てた他の根も夕立、雨にあいて寒い。寒いって書いてないです、書いてないです、うん。何事も正直にして他人を恨まず、仕事大事と励みなさい、頑張りますよ。これ持って帰っていいんですもんね、大吉は。あ、今年は結ばずに済みました。毎年小吉とか末吉ばっか出てたんで、いい日だな。皆さん、今年も良いですよ。2021年もよろしくお願いします。ネクストトモロー100回目に向けて、あと、ね、6回なんで、はい、頑張っていきたいと思います。その次は250回頑張っていきたいと思います。2021年よろしくお願いします。佐藤明日香でした。 See you next tomorrow. バイバイ。